に甘んじています。残り2周、道中残り 800m を通過したところ、2番車の末広が先行体制、後ろから5番車の桑名が上昇してまいりまして、ここで誘導を抜き去りました。佐藤と5番の桑名と並走変わっていません。4番車の山田、外に回って3番の今井聡です。ジャンが入って残り1周半、まだピッチが上がっていません。短期の友也は最後方に甘んじる展開、変わっておりません。4コーナーから直線、番手が横に揺れてまいります。最後の鐘が今入りました。残り1周です。先行2番の末広、番手が7番車の佐藤か、あるいは5番車の桑名と並走、4番車の山田、佐藤3番の今井で、これから2コーナー回っています。結局番手は5番の桑名が取った。7番の佐藤は残念ながら交代です。2番5番、そして3番車の今井が3番手、3コーナーから4コーナー、後方から1番車の友江が仕掛けて4コーナー直線コースへ帰る。先頭2番の末広、後ろから5番の桑名が最後は追い込んでまいりました。石黒県まで連なって4車で前に出られるかどうかがポイントとなりそうな浜田翔平。さあ動いていったのは赤番周回ホーム手前です。1コーナーでは比較的すんなりと前に出ました。1番の川野は落ち着いて車を引きました。短期7番の石黒が4番手で、九州ラインは5番手以降です。前後体型は入れ替わりました。2コーナーからバックへと向かっていきます。さあ3番の浜田翔平、まずは眉を抑えて先頭で鐘を聞き、3コーナーから4コーナーへと向かっていきます。さあ徐々にと後ろを見ながら睨みを聞かせて先行体制に入ります。1番の川野真は5番手でまくりに構えました。レースはいよいよ最終周回、1コーナーから2コーナーへと向かっていきます。さあ5番手1番の川戸、外を踏んでは1センターから2コーナーなんですが、その車の隅はどうか。さあ7番の後ろ剣さばいてすかさず縦に踏む。4番車2機は内潜り込んでいきまして、さあ番手5番鳥越の懐まで決まりしてさばいた。4コーナーを回ります。短期7番石黒剣の一発が決まりました。7番の石黒先着です。2着4番の三木、3着で5番の鳥越か。先頭の自力3人、まずは3番小橋を引き連れ、4番の後藤、東北2社が4コーナー上昇です。左手赤番を迎えます。7番の大石が前踏んで、ここはまず東北2社を送り出すか。東北勢後ろ、地元2番うねき生きる西勢です。ジャン前の2コーナー、後藤の上から地元2番のうねきが抑えていきます。大石は6番手、余裕あるか、下がりきって打勝です。前のライバル5勝を見据えて、今日は早めに行ったジャン2センター、逆襲開始。7番大石、1番中川、人気両者が地元うねきに猛然と襲いかかる。1番中川が突き切れるか。7番の大石が先手を取り返し、1番の中川も食らいつく。人気両者ができった。下げて6番手から4番後藤の反撃、後藤のまくり上げ、5番手茅島の横までか。4番の後藤のまくり上げは5番手でいっぱいです。2番うねきは3番手キープ、立て直せるか。追い込む勝負だ。4番手が工藤は真ん中でやるか、外へ出した直線だ。7番大石先頭、1番中川、中川がかわしたい。
亀井が上昇して現在2番手アウト付近、さらに前へと上げていくのかどうか、現在2番手を並んでいます。前は突っ張る形になって4番大中先頭で、この2番手すんなりと1番の川村、そして3番四本、3番手6番丸林、4番手後ろ7番の曽我部、6番手が並走です。金が行った前流して4番大中拓磨がマイペースの主導権、そしてこの2番手が1番川村明則、あとは3番四本深夜3番手、さあ今度は後方から2番の亀井雅人を追い上げて4コーナーから直線、前から4番大中がペースアップ、さあ4番大中と2番の亀井が踏み合う格好ですが、アウトコース2番亀井が前を叩いた、そしてこの2番手に4番大中はまって、それから1番の川村3番手、2番手からまくり返す4番大中拓磨で最終バックなくって4番大中に先頭が変わって、この2番手には1番川村明則、それから3番四本深夜3番手、このインコースを飛びつく2番の亀井で4コーナーから直線、先頭4番の大中、マーク1番の川村、川村明則先頭で合流。1番4番6番の奈良原は準決勝同様長松台の3番手、そして後方4コーナー手前6、7番手5番高山、3番野村愛媛勢であります。初日先行している高山であります。さて残り2周先頭に離れて1番の長松突っ張る、2番手3番手まだ並走、内が4番6番外7番2番並走のまま、車間を一車身空けて5番の高山2度目のチャンスを伺います。3番の野村を従えて愛媛勢どこから動いてくるか、鐘が鳴った。1番長松が流しています。並走も気になって、さらに後方高山の動きも気になっている。2センターもう一度外から高山が踏み込んでいきます。1番長松の後ろ7番の今岡が奪い取る、そこに5番の高山が仕掛けてきましたが、愛媛勢は共に浮いてしまったか。3番の野村が4番手切り替えた。長松の番手は7番今岡、2番山本中国で2位、3番手3番野村スイッチして4番手、5番手は6番奈良原、5番高山並走で4番の高倉7番手です。早めに外へ今岡が持ち出した。7番の今岡が番手から抜け出しています。から5番の期待、上昇は2番の大川です。打賞の周回1センターから2コーナー前で5番車の期待、そして2番の大川武史、大川が踏み続けて前5番車期待が合わせる、番手1番の内藤、前段神奈川勢6番車の松坂は少し離れています。前は5番の期待突っ張って内藤が2番手、構わず踏み続ける2番車の大川武史が現在2番手、外に浮いています。7番の佐藤慎太郎3番手追走して9番尾形が4番手、前は逃げる5番の期待です。内藤が2番手、7番佐藤慎太郎3番手に9番の尾形、あとは6番車の松坂と行きまして、まくるのが4番車の金川祐希、現在4番手、逃げる期待2番手1番車の内藤です。直線の争い先頭5番車の期待祐希、期待が粘り込んでいます。逃げ切り続いた。動き始めて残り2周、中近勢をまずは勢いよく叩いた6番の伊藤です。小林、川村、中近勢は4、5番手キープ、
山崎は特選同様後方になるか、最後方に4番の和田です。ペースが上がって出しを迎えました。そして2番の山崎は変わらず6番手。さあ中段からサラヤが行った。東口を連れて関東勢ここに襲いかかっていく。サラヤ東口懸命に外から追っていく。さあ切り替えた5番の小林、先頭サラヤ、小林が2番手インコース、そして外1番の東口突き直そうとする。2番手もすれた。3番手は単独でチャンスある川村、その後ろ山崎もやってくるか。2センター横から先頭サラヤ、後ろもすれた小林と東口、さらに川村伸びてきて直線コース、さらに4番の和田健太郎突き抜けた。最後は和田。様子です。6番の関根とそれから5番の大谷隆弘が肩を並べるような格好で、さあここから大谷が一旦前に出ます。3番の小林圭介が続いて、7番の谷本が切っていって、あとは6番関根健太郎の発進、そのタイミング、7番の谷本圭介が先頭の位置、あとは5番の大谷隆弘が3番手。さあ谷本圭信、このまま逃がされるような格好になるか、もう腹を決めているのか。さあここから巻き返しに打って出る6番の関根健太郎。関根がやはりここは最終的に主導権を握っていって、2番萩原から4番の飯田達也、南関東の3人が完全に出切りました。7番の谷本圭信は4番手、それから5番の大谷は6番手に置かれて、大谷のまくりはどうか。まだ前は4人、ちょっと伸びない。先頭は6番の関根健太郎。さあ番手絶好からは後方をしきりに伺っている萩原が抜け出していく。さあ2番の萩原、あとは1番の大川との一着争い。です。2車単ではこの1番4番が1番人気となっています。7番の神奈川東沢健二が4番手、あるいは切れ目からでしょうか。5番手の位置には6番の岡崎勝政、連日先行を取って3着4着の成績です。後ろは2番の石田博秀、岡崎できるとこの石田の浮上も十分です。この後ろは九州福岡3番梶山雄二郎がつけています。さあバックへ向かって金が入りますが、ここは竹内優也が突っ張る作戦でまして、岡崎の動きを封じる作戦に出ます。1番佐藤誠二がマークで、さあ岡崎は叩けず、早くも2番石田がスイッチを取りそうな感じです。まもなく最終ホーム、再び6番岡崎が叩きますがどうでしょうか。竹内優也の先行を6番岡崎踏み上げますが、ここでサイドいっぱいか。1番の佐藤が2番手、その後ろ絡んで4番水野と2番の石田、石田が3番で取り切ったような感じ。しかし逃げるのは5番竹内、2番手車間を切る1番佐藤誠二、3番手2番の石田博樹で、5番1番2番、その後ろ4番3番、そして7番といきますが、直線は1番車の佐藤が抜け出したか。3番車の梶山がいいスピードを見せました。
3番4番手までさらに上がって8番手山本を踏み上げてきています。残り2周回赤番です。一旦大川下げています。3番手3番柳田中段を取っています。2番大川が中段のうち外に回った1番の志田、2コーナーからジャンマイバック、志田を阻んで2番車の大川、大川がジャンから先行を取ります。4番尾形、そして9番車の武藤です。3車で抜け出して1番車の志田流星、3番手まで上がって5番の浅井がマーク、中部勢が上がってくる最終周回。前は2番車の大川と叩く1番車の志田流星、両名踏み合って内で大川、志田流星、5番の浅井がマーク、中部勢外は上がる。3番手4番車尾形がいまして、あとは8番の山本が中段4番手、先頭1番車の志田、5番の浅井が2番手直線、番手から5番車の浅井光太が抜け出してゴール、2番手混戦。5番車の平尾が突っ張るか、1コーナーから1センター、結局2番車の下井が飛び出して5番車の平尾の方は車を下げた、引いたのですが3番手、短期の2人は後方の6番手7番手です。先行は下井、3番手から早くも5番の平尾和明が上がって3コーナーから4コーナーです。しかし2番車の下井龍が突っ張る、4コーナーから直線コース、下井と平尾のもがき合い、結局5番車の平尾が飛び出した、1番の島田がマーク、すでに4番車の角田はついていません。5番1番そして2番車の下井龍が3番手、4番手7番の岩本和也と中部勢が3番手4番手、3コーナーのカーブ、あとは平尾が持つかどうか、後ろをちらっと見たのは1番の島田、後方から3番の黒田が仕掛けて4コーナーから直線、一気に外から3番の黒田が伸び出した、3番1番か。ストレッチから3コーナー、さあここで6番の鈴木を強引に抑えていく5番の上田ですが、鈴木光大がインコースで抵抗していきます。残り2周、早くも先行争いか、ここで5番の上田隆也を突っ張り切るか6番の鈴木、さあ両者まだ並んでいます。赤番通過後の2コーナーカーブ、ここで5番の上田が車を下げる、突っ張り切った6番の鈴木に2番手は杉森、そして3番の足沢に5番の上田は外並走の3番手、その後ろには1番の新山がいる。さあ最終回に入った、再び二の足を使って5番の上田が迫っていくが、再度抵抗していく6番の鈴木光大、上田隆也は残念ながら交代。さあ最終選考は6番の鈴木、絶好の展開となったのは杉森照弘、3番手芦澤達弘、関東上位独占か、新山ショートバックで2センターから4コーナー、先頭鈴木、鈴木が逃げる、杉森が差を詰めて鈴木をかわしてゴールイン。5番の下置浩二の方、堀の方は車を下げました。4番車の坂本がその九州地区の後ろ、そして1番の堀は引いて、これで5番手ということになります。一本棒の形でジャンが入って3コーナーです。先行は下置浩二、今日は風を切ろうというところ、堀亮介の位置は5番手です。
4コーナーから直線コース、堀亮介ですが今日はまくり展開。さあまくり切れるかどうか。1コーナーから1センターです。先行5番の下飛行陣が取った。1番の堀亮介が5番手から一気に高回転でまくってきます。先行5番の下飛だ。一気に1番車の堀亮介がどうやら捉えてきます。7番の田中が懸命に寄っていきますがちょっと離れている。4コーナーから直線、先頭1番の堀亮介、後ろからは5番車と3番車、1番5番3番。の増田か、結局6番車の林が突っ張る。3番車の増田の方は元の位置の後方の6番手、先行は林、北鶴翼が2番手、1番の瓜生3番手、金が入って残り1周半、ぐーんとピッチが上がってまいりました。林先行です。北鶴が2番手、そして1番車の瓜生3番手、7番の谷口は現在4番手まで、一方3番の町田後方の6番手、一本棒で1コーナーから1センターです。まだ動きません。番手まくりは4番車北鶴翼だ。1番の瓜生が従って4番1番、7番の谷口は3番手で3コーナーから4コーナー、逃げる4番の北鶴翼、1番の瓜生が番手で4コーナー直線、先頭4番の北鶴、番手1番の瓜生、外からは7番車、しかし4番車北鶴翼